で何か見つかるといいんだけど。あ、アッコ、ちょうどよかった。ロッテ、何かわかったの？時間に関わる魔法道具について調べてたんだけど、魔時計っていう伝説の時計があるらしいの。魔時計？魔力で時を刻む時計みたい。時を戻す力があると言われてるって書いてあったんだけど。え、すごい！夏休みが始まる前の終業式の日まで時間を戻すことができたら万事解決だね。え、でもそういう魔道具があるらしいっていうだけで本当にあるかどうかわからないし。ううん、きっとそれが開かずの扉の先に眠る秘宝だよ。よし、そうと決まればその魔時計が眠る場所への道を開く魔法の鍵を探すぞ。とりあえず魔法の鍵を探してみようかな。とはいえ魔法の鍵ってどこにあるのかな。とりあえずみんなに話を聞いてみよう。生える手の話聞いた？は？何それ？あれでしょ、ルーナノバ七不思議の一つの。そうなんだけど、ここだけの話、本当に見た子がいるんだって。ねえ、その話詳しく教えて。わ、アッコ、驚かせないでよ。え、ごめんごめん。それよりその地面から手が生えるってどういうこと？昨日報道部がルーナノバ七不思議の号外を配ってたでしょ。地面から生える手に掴まれたら地中に引きずり込まれるって。でもあれってただの噂を面白おかしく記事にしただけでしょ。それがさ、本当に地面から手が生えてたのを見たって子がいたんだよ。足首を掴まれたって。嘘だ。誰が言ってたの？私も話をしていたのを聞いただけだから。確か3階の教室で聞いたんだっけ。地面から生える手に掴まれたって本当？
え？うん、そうだけど。本当だよ、私嘘なんかついてないから。信じるから、もう少し詳しく教えて。いいけど。植物園で水やりをしていた時に足首をつかまれたの。地中に引きずり込まれたの？それなら今ここにいないよ。足首をつかまれてから1時間くらい経ったら消えたよ。え？消えちゃったの？あ、じゃあ足首をつかま…うん、その後怖くなってすぐに逃げたからよくわからないけど、私しばらくは怖くて植物園に入れないかも。グラサーレ、私植物園に行きたいんだけど。あ、ね、ちょっとどいてってば。入っちゃダメってこと？どうしてもダメ？うん、わからずや。どうにかして植物園に入る方法はないかな。ねえ、地面から生えるって、もしかして新種のキノコ？ううん、1時間くらいで消えたって言ってたからキノコじゃないと思う。なんだ、スーシーは気にならない？興味ないね。まあ植物園に入れないから確認できないんだけど。そんなに入りたいならそのトロールの用務員を魔法で眠らせればいいんじゃん。魔法か、うまくできるかな。そういえば試験的に購買部で魔法薬を交換してるとかって聞いたね。へえ、確かに魔法薬があれば私でもうまく魔法が使えるかも。なんなら私が調合した眠り薬を使ってみる？意識がぶっ飛んで二度と目が覚めないかもしれないけどさ。遠慮しとく。あ、そうそう、あげる。え、魔法の鍵？これどうしたの？キノコ探してる途中で拾っただけだよ。
これで魔法植物園に入れる。ベラグラサーレ。だけど、何か他に空中に浮かぶ方法ないかな。さん、校長先生、空中に浮かぶ魔法ってありませんか？ほうきに乗ればいいじゃないの。それができれば苦労してません。そういえばカマリさんはほうきに乗るの